もうめんどくさいんで、見えてないってことでいいんじゃないですかね。どうも、日いずる国 TV のお時間です。あれだけ最新鋭ステルス戦闘機 J20 を誇っていた中国で、実はただの丸見え戦闘機だと国民が知ったら、それはそれで酷な気もしますね。ここまで来るとなんだか気を使って、そうそう、もう全然見えなくて困ってるんですよって思わず嘘をついてしまいたくなるような中国メディアの内容をご覧くださいませ。中国の最新鋭ステルス戦闘機J20 に対する西洋諸国の評価は大きく分かれているが、中国のネット上における評価は抜群のようだ。中国メディアのジンリートーティアンは、このほど J20 がいかに優れた戦闘機であるかを紹介する記事を掲載した。記事は中国中央電視台 CCTV の軍事専門チャンネルが中国版 Twitter Weibo の公式アカウント上で、音階大隊は近年魚釣島、日本名尖閣諸島上空で積極的に権益保護活動を展開していると伝えたことを紹介した。この音階大隊は J20 が配備された部隊であることから、記事はおそらく J20 も尖閣諸島上空を巡航しているはずだと解釈している。そしてこれまで日本は中国機が防空識別圏に入ると必ず緊急発進して監視追跡し、中国機を撮影してきたと指摘した。このため中国のネット上では、航空自衛隊をお抱えカメラマンと揶揄する声さえあるほどだったが、日本側は J20 が尖閣諸島上空を巡航したことを報じていないと主張した。続けて記事は、日本はステルス戦闘機である J20 の巡航は捕捉できていない可能性があり、これは J20 の優れたステルス性能のため航空自衛隊は捕捉できなかったのではないかと主張した。そして J20 は日本にとっては大きな脅威であり、中国にとってはとっておきの切り札になると主張し、これに無人戦闘機や戦略爆撃機トドロキ20を組み合わせれば、さらに強大な攻撃力となると結んだ。記事ではいかに J20 の性能が優れているかを強調しているが、実際のところはそのステルス性について疑問符がつくと言われている。仮に優れたステルス性があっても、日本側が全く捕捉できないとは考えにくい。記事の主張は中国中央電視台の発表を誇大に解釈していると言えそうだとの内容です。中国メディアは自国の J20 に誇りを持っているようですが、本当に優れた戦闘機なんですかね。もちろん単純に侮ってはいけませんが、自己心酔している中国の見方から脱して客観的に見てみると、その性能には疑問が残るところです。というのも、この J20 は実用化に至るまでのプロセスがめちゃくちゃ早かったですからね。実際 J20 の初飛行は2011年であり、わずか6年で実用化にこぎつけています。まあいつものパクリであれば十分納得ですけどね。しかし通常、現代戦闘機の中核であるミッションソフトウェアの開発には極めて長い時間を必要とし、初飛行から6年で実用レベルに持っていくことは難しいと推測されているんです。それはアメリカやロシアでも例外ではなく、 J20 よりも1年早く初飛行していたロシアのスホーイ57に関しては、開発遅延から実戦配備のめどが立ったのは2019年になってからです。またアメリカの F22 や F35 はすでに実用機ですが、同様のスケジュール遅延に悩まされていた過去があり、いかに J20 の配備が早いかがわかると思います。このように配備を急いだからか、すでにインド軍やアメリカ軍が J20 の脆弱性を指摘しています。まずインド軍は J20 がチベット自治区空域を飛行訓練していたのを確認し、インド空軍のスホイ30を出動させたところ、同機は J20 をレーダーで捉えることに成功したようです。
本来ステルス機には特殊加工が施されているのでレーダーでの探知は困難とされていますが、なんと普通に映ってしまったようですね。これについてインド空軍指揮官であるアループ・シャーハ氏も、中国の J-20 にステルス性は全くない、特別な技能を使わずに通常のレーダーで探知できると語っているようで、ハリボテだったことがバレちゃったみたいですね。また米軍も早くからその性能に疑問を呈しており、米空軍のデイビッド・ゴールドフェイン参謀総長は2016年の会見で、 J-20 の能力は米軍の最新ステルス機と比較する意味もないと一蹴してました。その上、30年前に発表された米国ステルス戦闘機 F-117 程度だとも発言し、そこまで脅威として見なされていないことが明らかになりました。このような発言からもわかるように、中国は1020を過大評価しているのかもしれませんね。逆に日本のレーダーのことは過小評価しているようですが、もちろんこちらはハリボテではありません。自衛隊ではステルスキラーとも称される世界最新鋭の新型早期警戒機 E-2D が配備予定とされています。この E-2D ではレーダーに使う周波数を UHF 帯としたことでステルス探知能力を身につけており、仮に1020にステルス性能が備わっていても問題なく対処できるはずです。中国メディアは何でも評価をつけたがりますが、そんなにすごいなら軍事的主導権を取るためにも普通は内緒にしとくもんですけどね。では今回の最後もネット上の声をご覧くださいませ。うん、見えてないよ。で、そういうことにしとこうよ。周囲から見えてないと思い込んでる透明人間って面白い存在だと思うよ。航空自衛隊が中国のステルス戦闘機の情報を公開することはないのは軍事機密上の常識である。記事のような理屈で喜んでいるようでは自信過剰である。日本はステルスキラーのレーダーも開発が完成間近である。中国共産党も第二次世界大戦でアメリカのように日本とガチでやり合っていたら、お互いもう少しリスペクトがあっただろうに、中国人が発する軍事的なコメントは悲しいかな負け犬感がある。アホのような記事、水平かな努力がついた時点で暫定的なステルス機、多分通常の戦闘機の 70% くらいだろう。だが機体面積が大きいためほとんど通常機体と変わらないレーダー解析率だろう。ましてボンバーだろう。ベクターノズルなしであんなでかいファイターでは使い物にならん。プロパガンダも無能な中国人なら通用するが、電化反響の知識がある専門家に言わしたらポンコツだぞ。初期のステルス性は日本の開発した塗料と聞いたことがある。正誤の確信はないのだけど、今はどのようになっているのだろう。ステルス形状のため、機動力不足の問題解決のため、ベクターノズルは大型戦闘機として不可欠。中国はそれを補うためステルスを犠牲にしてカナード翼をつけた開発もできないと思うが。以上、パクリという安易な道から卒業して真面目に開発という道筋をたどらないと、せっかく価値あるものでも使い物になりませんからね。